Hey guys! How's going? こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回はですね、久しぶりにこのマイティーボーイの、近代化を進めていきたいと思っています。今日はですね、外でやる仕事ではないです。中でね、設計の作業になるんですけども、なんでかって風が強いからね風が強いんだよとりあえず風が強いので、寒いのでね、ちょっと中でやりたいなと思ってます。オルタネーターを流用するにあたって、あの古いプーリーを使ってオルタネーターを設置したいっていう話をしてたと思うんですね。手前側っていうんですかね、この辺に、このラパンのね、このコンプレッサーっていうんですか、エアコンのコンプレッサーを、まあ、この辺に設置したいんだけど、その設置するにあたってエアコンのコンプレッサーがこのようなね、リブベルトタイプなので難しいという話を以前していたと思うんですね。はい、まあだいぶ前になるんですけども、ウォーターポンプのプーリーに、でそのウォーターポンプを介して回そうかっていうような、まあそこまででストップしてると思うんですけども、まあそれだとね、ウォーターポンプにとにかくやっぱり負担がかかりすぎちゃうという、要はベルトを張るにあたってウォーターポンプが引っ張られるんですけども、まあそれにプラスアルファで、コンプレッサーの方にも引っ張られる。だからウォーターポンプが二重に引っ張られる形になって、ウォーターポンプがすごく負荷がかかっちゃうと、まあ、そうするとこういう古いご老体の車とかだとウォーターポンプがすぐダメになっちゃうんじゃないかなとか、あとはダイハツの車でですね、あの過去にあのウォーターポンプを介して、まあ、違うものを駆動しててウォーターポンプがしょっちゅう壊れるっていう事例があったので、まあ、それを避けるためになんか考えないかなって思って、で一つね、あの答えが行き着いたんで、はい、今回はそれをですね、ちょっと設計していきたいなと思います。それでね、今検討しているのはですね、ここに使ってないサービスネジというかね、こうネジが3箇所開いているんですけども、まあ、これもともとはここにダイナモがついていたので、ダイナモの多分針調整用の金具を取り付けるネジ穴なんですね。これ3つ開いてるので、これ使えるかなと思って、もうここから取り出しをしてですね、でこれがウォーターポンプのプーリーですね。ウォーターポンプのプーリーが一応ここに取り付くわけなんですね。でウォーターポンプのプーリーにラパンのね、オルタネーターのこのプーリーを最初はね取り付けて、ここにベルトを返してね、まあ、こういう状態ですよね、まあ、ここにで、ここにコンプレッサーを設置して、でここでコンプレッサー回しちゃおうっていうような戦法でいたんですけども、まあ、そうすると、まあ、要はこのオルタネーターじゃなくて、間違えたウォーターポンプがですね、この向こう側にも引っ張られて、こっち側にも引っ張られて、二重で引っ張られるから、その負荷がかかりすぎてしまうというんでね、あまりよろしくないだろうと。これが今回使うオルタネーター用のプーリーなんですね。でこれあれどっかで見覚えがあるなと思った私、あこれこの車のプーリーね、半分になってるやつ、はい、これポルシェの964のオルタネーターの半プーリーなんですよ。ポルシェのオルタネーターのプーリーって不思議で、こういう半分なんですよね。でここの間にですね、空冷のやつはですね、ワッシャーというかね、こうシムをですね、こう増やしたり減らしたりしてですね、このね針を調整するんですよ。これでやるんですよ。このここに隙間を開けて、こうベルトを緩くしたりとか、逆に枚数減らしてベルトを張ったりっていうね、クレーのポルシェちょっと変わったやり方してるんですけど、これ使えないかなと思って、ここにねこう設置してあげようかなと。ここにで、ここにこのポルシェのプーリーにこのリブのこういうことよね、ここからこう取り出しをしてあげて、でこういう状態でここだけで駆動させる、どうかなと思って、まあ、そうすればね、あのウォーターポンプにもそんなに負荷かからんし、このリブベルトもね返して
ちゃんとあのラパンのコンプレッサーも動かせるかなと思って、はい、まあ、今回はですね、ここちょこっと設計してみようかなと思ってるんですよね。こういう状態にしようかなと。回転数がどれくらいになるのかっていうのをね、まず知っておかないといかんかなと思うので、これはね、ウォーターポンプーリーなんですけど、クランクプーリーと同じ大きさなんですよ。クランクプーリーと同じ、大きさで110、直径114で、ポルシェのやつが72ってことは114対72ってことなんですよね。ざっくり 1.58 倍、1.6 倍のスピードでこっちが回転することになるんですよ。で、 1.6 倍のスピードで回転して、でこれが62、こっち62でね、あ、ちょっと外行って寸法測ってきます。よいしょ、93ミリでした。中と62じゃない、54だ、55か、55対93、 1.5 倍、 1.6 倍して 0.59 倍になるんですよ。そうすると実質1回転ぐらいになるんじゃないかな。 0.59 だと、あ、 0.944 になるんで、ちょうどそうっすね、ポルシェのプーリーを間に挟ん でこれで回転させるとちょうど1回転ぐらいになるっすね。 0.9 だからちょっ と回転数が落ちるから、負荷が1以下だからそこまでね、エンジンに負荷はかかんないと思うんで、まあこれでいいんじゃないかな、うん。じゃあね、ちょっとモデリングさせてもらったので、これがですね、この今矢印があるのがマイティボーイのウォーターポンププーリー、形似てるでしょ、こういう感じになってて、はい。で、下にあるのがね、クランクプーリーです、はい、クランクプーリー、これね、これも形似てるでしょ、はい。で、もう手前側にあるね、これが、ラパンのオルタネーターから外したリブベルトのプーリーです、はい。ここね、めんどくさくてこのひだひだ作ってないですけど、でこの黄色っぽい黄色いやつは、これはですね、あのポルシェのこのハンプーリーですね、はい。イメージ的に言ったらこういうことよ、こんな感じ、大体位置関係的に言ったらこんな感じかなんで、もう一個ここにオルタネーターがついて、でオルタネーターのプーリーがあって、こうベルトをプーリーをね4つ回して、 V ベルトで回してあげて、で回転させ、ここでね、このポルシェのこのハンプーリーと、ここにねこうくっつけてあげたもので、アイドラプーリーみたいな形で、回転させて、でここと、まあ、この辺ですよねに、コンプレッサーを持ってくるみたいなね。でこのちょっと軸はちょっと加工のことを考えながらですね、まあ、道を作ったは作ったんですけども、はい、まあ、先端はここは10ミリぐらいネジにしてあげて、はい、段付きにしてあげれば、まあ、ここもね当たっちゃうんですよね、これ。間っこにね、こう段付きを作ってあげないと、ここね、この面とここの面で当たっちゃうんで、2ミリぐらいかな、隙間最低でも開けないとダメなので、3ミリのね段差をつけてあげて、まあ、加工のこと考えたら3ミリぐらいの厚みがあった方のが強度が出せると思うので、コーヒーにすればあまりウォーターポンプにも負荷がかからずにコンプレッサー回せるんじゃないかなっていうね。でさっきまで気づかなかったんですけど、ここに黒いなんか点みたいについてたんですね。はい、
どうでしょうか。あとはこの軸の根元の方に、車体に取り付くベアリングホルダーみたいなものをですね、こうベアリング二個掛けみたいな形でねやってあげれば間違いなく駆動できると思うんですよね。で、そんななんかめんどくさいことやらずに、このクランクプーディーにね、このリブベルトのくっついた F6A っていうエンジンがあって、これの1個後の形の 660cc のエンジンなんですけど、ジムニーのクランクプーディー使えばいいじゃんっていう風に言われそうな気がするんですけどもね、私もねそのジムニーのクランクプーディーにしようかなと思ったんです。これからね、ジムニーのクランクプーディーはもう最初からですね、これは大きいタイプのこういうリブベルトのこういう 4PK のやつがくっついてるんですよ。こういうのあるんです、現存してね、あるんだけど、じゃあそれに変わればいいわねって思うじゃん。できないんですよ。なんでかっつうと、もうここにですね、もうフレームがここにいるんですよ。クランクプーリーの、ね、すぐ横にフレームがいて、そうするとねベルト交換できなくなっちゃうし、ベルト交換をするためだけにエンジンを上げ下ろししなきゃいけないっていうね、もうちょっとそれは面倒くさいを通り越してるので、ベルトなんていつ切れちゃうか分かんないし、いつダメになるか分かんないから、まあそれはちょっとなみたいな。何かあった時にですね、そのクランクプーディーを外すこともできないし、だから工具が入んないんですよ。今でさえこの隙間でなんとかギリギリ工具が入れられるギリギリしかないんですね。だからフレームがもうちょっとこれぐらい離れててくれたら、私もジムニーのそのクランクプーディーに変えようかなと思ったんだけど、これぐらいしかないんですよ、隙間が。こんなんなんで、だってクランクプーディー外すときにね、この段差あるじゃん、これだけエンジンの中にはまってるんですけど、これ外そうとするじゃん、カポンってやったらさ、もう3ミリぐらいしか隙間ないんですよ。外してここ全開でこうガンって外した時にね、こっち側にもエンジンがこっち側にあって、フレームがここにあるんですよ。でフレームをね、フレームの方側にこうスッて抜くんですけど、そのスッて抜くのでもうここが3ミリぐらいしか隙間ないんですよ。ここにね、こんなでっかいのくっついたらもうクランクプーリー外せないじゃんみたいなね。何かあった時に困るんで、クランクプーリーは使えないっていう結論に至りまして、だからどうしてもドライブプーリーを1個作ってあげなきゃいけないんですよ。ドライブプーリーを1個作ってあげて、それでそれを返して回すしかない。もうそれ以外に方法がないので、はい。あとはね、この3次元見てもらえれば分かると思うんですけど、このねこれをドライブプーリーっていう風に言うとするじゃないですか。アイドラプーリーでも何でもいいんですけど、これに絡めるにあたってですね、ある程度ここにもう一個いるわけですよね。オルタネーターのプーリーがここにいるんですけど、こうなっていくと、ウォーターポンプに絡むベルトの、だから食い込む、駆動させるためにこのベルトを食い込ませなきゃいけないわけですよね。その食い込むベルトの範囲がめちゃくちゃ少なくなっちゃうので、まあ、少なくなれば少なくなるほど負荷が、要は全体でグッてくるんじゃなくて、ここだけでギュッてされてる状態になるんでね、張った時にね、この位置関係をちょっとねしっかり把握しておかないと、この子は結構引っかかるんですよ。アイドラプリーというかドライブプリーというかねは結構引っかかるんだけど、ウォーターポンプがねしっかりこう引っかかる、最低でもこのプーリーの 20% ぐらいベルトが引っかかってないと、ベルトが V ベルトってこう回転数が上がるとですね、こう外側に広がる傾向があるんですよ。なので
当たらない場合があるんですよね。こうブワーンって広がっちゃった時に、あのベルトがねボワーンって広がっちゃった時、回転差が上がって広がっちゃった時に、そのウォーターポンプが回んない状態になってしまうとあまりよろしくないので、最低でも 20% ぐらいベルトが絡んでるような位置関係に持っていってあげないとダメなので意外と今言ってるのは難しいことを言ってるかもしれないですけどね、なかなか大変なんですよ。はいね、まだちょっと寸法がねざっと出てないので、はい、後であれですね、オルタネーターとかもあのモデリングしてね、あのこの中に放り込めるようにねした方がいいかななんて思いますんで、はい、後でやっておこうかなと思います。はい、エンジンとかね、ああいうのもなんかブロックでなんかでっかいのがボンボンボンってあった方のがね分かりやすくできるかなと思うんでね。というわけですね、今日は3次元 CAD でほとんどがね終わってしまいましたけども、現物合わせ大事なんですけど、現物合わせしながら3次元の CAD でモデリングして、寸法をしっかり割り出していくっていうこともね、新しい車というかなんていうんですかね、こう一からね車を作るにあたってはね、必要なことなのかなって思ってます。はい、まあ、これからもねしばらくこういうの何回か続くかと思うんですけども、飽きずに見てやってもらえると嬉しいです。はい、というわけでですね、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。それからね、 Twitter、Instagram、TikTok などいろんな SNS やってますので、よかったらそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。ではではまた次の動画でお会いしましょう。またね。あ、明日で毎日投稿100日です。